オグリ・ハンガントの恋の伝説で名高い、テルテ姫ゆかりの地、神奈川県相模原市の上溝に行ってきました。JR 相模線上溝駅。テルテ姫は通りの名前にもなっています。初夏の森の散策はとても気持ちいいのです。気分もすっきりしてきますね。テルテ姫は相模の郡代横山大膳の娘、敵方の小栗判官と結ばれ妻になります。後さまざまな苦難に遭いますが、最後には夫と再会するのでございます。変わったお花が咲いていますね。横山公園にございます。かつてはここに上溝城という城があったと申しますが、今は遺構らしいものは見当たらないのでございます。花桃、テルテの誕生した旧神奈川県相模は羅群城。桃の名前は、お姫様の名前が多い気がします。えのき神社の桶屋木、テルテ姫が刺した杖が育ったという逆さえのき、現在のものは二代目にございます。とても大きな木なのです。
は川沿いの崖の湧き水、テルテ姫が化粧をなったと伝わる鏡の泉にございます。防空壕の後でしょうか。テルテ姫伝説伝承地の石碑、ご視聴ありがとうございました。また再会しとう存じます。